動画をご覧の皆さんこんにちはオタファの秘密基地へようこそ今日もトランスフォーマー G1 いきます戦士トラックスですこのおもちゃはトランスフォーマーユナイテッドのトラックスです ご覧ください。この全身のキャンディー塗装綺麗ですよね。トラックスは名台詞があって、俺の美しいボンネットだっていう風に言うんですよ。そうなんです。トラックスはすごくナルシストなキャラクターなんですね。なのでこの美しいキャンディー塗装がぴったりです。トラックスのトレードマークは何と言ってもこのファイヤーパターンの施されたこのプリント。当時のおもちゃでもここがシールで再現されていました。戦士トラックスは空を飛びます。 フライトモードというものがあり、この玩具でもそれが再現できます。まずはこの車体後部にあるこのミサイルを取り外します。次はこの部分を展開します。さらに展開していくと、このように、このパーツが外れます。このパーツの、ここ。ここがこのように180度反転します。そして再び元に戻します。ここにヒンジがあります。これを展開して、 この部分を伸ばします。反対側も同様です。この部分を元に戻し、先ほど取り外したミサイルのこの部分を180度回転させます。これをここに取り付ければ、フライトモードの完成です。ちょっと横から見ると歪なんですけども、うん。それでも劇中をこんな風に再現できるのは嬉しいですね。それではこのままトランスフォームさせます。 トランスフォームまずは武器を取り外します。ここを展開します。この中にも武器があるので、これを取り外します。ここのロックを外して持ち上げます。この部分を分割します。引っ張ります。この部分を稼働させて、脚部にします。反対側も同様です。ここを回転させる。 次はこの腕をこんな風に稼働させます。そしてこの部分を持ち上げると腕の横のこの部分と頭部がせり上がります。ここ面白いですよね。そしたらこの部分を閉じて腕を下ろしここにあるヒンジを使ってタイヤを前の方に持ってきます。反対側も同様です。次は このヒンジを稼働させます。このパーツの裏側の、ここ。このグレーのパーツを展開します。この穴に差し込みます。取り外した武器を再び取り付けます。最後は、この武器を、このように展開して、手に持たせれば、トラックスロボットモードの完成ですいいですねー。 トラックスは頭部が白で顔が赤なんですよね。瞳は塗りつぶしのスカイブルーです。なので就効ギミックはありません。この背面の部分をちょっとこう持ち上げてあげると劇中や昔発売されていたトラックスにより雰囲気が近くなります。まあその辺はお好みで調整できます。可動範囲はボールジョイントがいくつかあるんで柔軟にポーズを取らせることができるんですけども変形ギミックの都合上 少しだけ腕の可動に癖がありますね。他は脚部はここまで曲がりますし、足首の根元がボールジョイントなので、ご覧のように設置性もすごくいいです。この戦士トラックスはまだムービーには登場してないですね。まあただこのトラックス、ちょっと目立ちたがり屋なんで、同じサイバトロンの仲間のホイストたちと一緒に、実際にハリウッドに押しかけたことがあるんですよね。 もし本編を見れる機会があれば、ぜひ、第45話の、ホイスト、ハリウッドへ行くをご覧ください。あの回がすごい面白かったんですよね。あとは何といっても32話の、戦士トラックス。ま、あそのままなんですけども、その第32話で、人間との熱い友情が見れたり、そう考えるとトラックスって、すごくナルシストで、自分のことばかり考えているように見えて、人間が好きだったり、人情味があるキャラクターですよね。そうそう、この戦士トラックス。 声がめちゃくちゃイケメンなんです。勇者エクスカイザーやダガーン。あと古くは初代マクロスのマックス役を演じた早見翔さんが声を当てています。他のメンバーとの比較です。大体、同じくらいですね。というわけで今回のオタファの秘密基地、戦士トラックス、いかがだったでしょうかこのメタリックブルー、たまりません。実はこのおもちゃの方って、とあるキャラもリデコアイテムとして発売されているんですよね。 今後はリカラーアイテムも含めてどんどん紹介していきます。いつも動画へのコメントや高評価など本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、もっと G1 キャラクターのレビューを見たい方、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。それでは次のオタファの秘密基地でお会いいたしましょう。オタファでした。